阿波野学2月7日隊は、日本の銀行家、平屋家銀行会長、山形県山形市出身、東北大学法学部卒業後、当時の山形総合銀行入校、同校及び山形幸せ銀行トップを合わせて40年、あまり務め、安岡正厚を警護し人間教育に力を入れた沢井修一からは、訓導を受けた。営業転勤務は5年ほどで、 キャリアの大部分を本部で過ごし、第二地方銀行協会への出向も経験した。2005年10月、同様に山形市に本店を置く、職産銀行との経営統合を目的に、設立されたキラヤカホールディングスが発足すると、専務2007年5月、両校の合併によってキラヤカ銀行が誕生すると、同行専務も兼任した。翌年4月1日には、 経営の若返りを図るから、あとは、お前が、やれと工事を託され、頭取りに昇格した。トップ就任にあたって、不祥事で、業務改善命令を受けたことに加え、店舗統廃合、人員削減、三期連続赤字の事態から、沈滞していた校内に、経営の旗印を示すべきだと、2010年経営理念として、本業支援を掲げ、校員に奮起を促し、劣化していた。 引く力を強化するため公員に研修を実施した。さらに組織改革にも手をつけ、本部に顧客の情報を管理する情報トレーダーを配置。また2011年には、アワノの発案で本業支援を受けた事業者が出演するコマーシャル、共に生きるシリーズの制作を決定。その CM は通覧した、金融庁幹部からも好評を博した。この他、 2015年10月には個人向け、リテール業務を手掛ける6点を統合の上、事業者向け本業支援をさらに強化していく方針も打ち出した。これら施策に先立って、2012年10月1日には、企業風土も似ており、かねてから交流のあった、三井聖一仙台銀行東取のもとに、足しげく通ったことによって、経営統合を実現。地元 HD の社長に就任した。 2021年3月期決算で、平屋か銀の純損益が48億5500万円と過去最大の赤字となった事態を受け、責任を明確にしたいとして、頭取りを辞任する意向を表明し、地元 HD の社長からも知り添いた。ありがとうございます。